料理は優しさ。どうもダイニングブルービーズレイミです。はい、ということでもう見えてるんですけど、本日の企画ヤンニョムエル本日の企画ヤンニョムエノキ 1.3 キロ食べてみよう。はい、ということでなぜ食べてみようなのかというと、食べれるからわからないからです。ほぼ食べれないのよっていう、まあ食べてみようということで、はい、こちら前回作ったヤンニョムエノキですね。さっきからめっちゃカミカミなってきて言えたね。はい、ということでこちら食べていきたいと思います。それではヤンニョムエノキを食べていきたいと思いますので、本日もよろしくお願いします。それではエノキ食べていきましょう。レッツスターティー。はい、ということで早速食べていきたいと思います。それでは皆さんお手を合わせましょう。せーの、いただきます。いただきます。はい、じゃあね、でかいよね、見てください。えのきえのき、もうさ、傾けたらさ、殺すんだよ。めっちゃ多い。えのき10パック分ですね。じゃあ、いきます。これはもう気合で最初にいっぱい持っとく作戦。一応気合は十分、全部食べる勢いで頑張ります。こちらは取り分けお水です。じゃあいただきます。いただきます。髪の毛邪魔ありそう。じゃあ一口目いただきます。うん、うまっ。しかもちょっと辛いのかなと思いきや全然辛くない。うまっ。そして食感良き。うん、あ、これお腹いっぱいの前に顎が疲れる。え、これもしかして満腹中枢やられるパターンかもしれん。うん、うまっ。わ、これマイクつけてないけどさ、自分のさ耳にもめっちゃさこれの音が聞こえる。なんかマイクなしでも ASMR だった、やってるみたい。すごい耳に響くこの音が。うん、これ顎が疲れるな。これすんごい嫌、音が咀嚼音嫌だねすんごい嫌、食べてて。待って、開始5分、すんごい腹に溜まってきた。多分満腹中枢まひったデージなった。早い早い。でもこうなること見えていたので、取り分けるお箸と食べるお箸分けてるっていう。すんごい、やっぱり大食い向いてない私ですねもうちょい頑張ります。よくぞ一人で大食いしようと思ったよなって今ちょっと思った。違うんだよね、いつもさ言い訳するんだけどさ、ちょ、言い訳させてあのさ、いつもさ食べる前はやる気十分なのよ。で、食べれる気がしないと思ってるんですよ。いざ食べてみたら食べれないよねやば。でも頑張って食べる。全部は食べれないけど、今日では夜とか明日食べたりとかするので許してください。食べれるだけ食べます。え、待って、本当にお腹がすごいな。急に膨れてきた。うん、誰か助っ人呼んどきゃよかった。すぐ誰かに頼る待って、入れた分だけでいい。もう多分みんなバット押さないで、押していいけどここまで食べれなかったら押していいけど、あの押さないで、優しい目で見てください。
やばいな、意外とえのきってお腹にたまるんだ。でもキノコってね、日本人の体消化しきれないって言いますよね。じゃあ正直半分ぐらいは余裕だろうと思ってた。全然半分も減ってないよね。待って、これちょっと入れとかも食べないよね、絶対ない。うわ待って、全然半分も減ってないじゃん。せめてもうちょい食べよう。レミ、もうちょい食べよう。自分に言い聞かせます。入れよう。せめてこんくらいは、これまでは食べます。こんな食えないもん、すごいな。ちょ、もういらないんですよ、実は。こう足したけど真面目に頑張ろう、これだけは。やばい、完全走止まったなじゃないんだよ。食え。うわ、これ結構きつい。もうちょっと本当にきつくなってきた。秋とお腹がすんごい。あ、やばい、これすんごい飽きたのと、味が濃いすぎてすんごい飽きた。やば、そしてハニーさん挟まるよね、めっちゃ。やば、ちょっと飲み物入れてきます。あ、待って、あとさ、こんだけでもさ、結構遺伝子がやったって感じ。本気で撃沈早くないねえ。ユーチューバーじゃないけど、ユーチューバー魂ないんかお前はつってもっと頑張れよって感じで、もともとね頑張る気なかったでしょって感じでしょ。そう、食べれると思ってはいたけど、食べれないとも思っていた。はいまあね、吐くよりかは諦めも大事ということで、食べていきます。なかなかすんごい。はい、ということで諦めます。ちょっとダメだこれ、もう塩分も強いし、ちょっと皆さん許してください、許してください。これは今日後でちょっと休憩して食べます。これで、これは明日食べます。あの、日分けてからちょっとずつ、あの、ちょっと量減らせばよかったとは思ったこれ作る時の量でも、ちょっとなんか最初7個買って、7個しょぼいなとか思って買い足したんですよ。12章やっぱりと思って、7でも多い多かったです。はい、ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。きつい、まあね、これ一人で食べる量じゃないんでねはい、ということで、やっぱり食べれんかったかって思った人は評価、コメント、チャンネル登録よろしくお願いします。これは後ほど食べます。それかお裾分けしに行きましょうね、どっかにということで、今日はこの辺で終わりたいと思います。また次の動画で会いましょう。バイバーイ。